よみがえれということで、よみがえったよ、シャーマンキングおめでとう、高原しぐれです。ということで、5月17日、シャーマンキング新章、マガジンエッジにて、スタートいたしました。見て、推しが表紙なの。これあまりにも嬉しすぎてですね、5月にライブをやったんですけれども、これ実際にライブ会場に持って行って、私、オーバーソウルを、まあ、歌わせていただいたんですが、これ思いっきり宣伝してきました。シャーマンキングおめでとうって言って、その後 MC でもですね、あのこれ何って言われて、ヤマンキングっていうのがあるんですよっていう話をしてですね、推しいるのみたいな、誰が一番好きなのって言われたんで、これですって言って、推しが表紙になりましたって言ったら、なんとびっくりしたことにイベンターさんがマンキングファンだったというびっくりな事実、マガジンエッジを買ってくださるそうです。今日活動最高。はい、ということでご紹介いたします。こちらシャーマンキングマガジンエッジでございますが、今回ご紹介するのはですね、こちらもそうなんですけれども、5月17日発売のこのマガジンエッジ、シャーマンキング新章誕生ということで、新しいタイトルがですね、シャーマンキングザスーパースターズ、スーパースターということで、私の中ではもうもはやスパスタっていうよりはマンキンパスタになってるんですけれども、もうパスタだね。もう見てくださいよ。この関東カラー、もうカラーからのカラー。そしてですね、一番もうすごいのがこちら。ほら、ヨウくんとハオが、そして見て神のこの素晴らしい、おみ足綺麗かこの野郎ということで、シャーマンキングがスタート、いよいよ満を持してスタートいたしました。おめでとうございます。そしてこちらと、あとこれの一つ前までやってたですね、武井先生、同じこれ武井博之先生が書いてる漫画なんですが、武井先生がマガジンエッジ今まで書いていたですね漫画もございまして、それがこちらでございます。猫ヶ原、こちらは4巻と5巻なんですけれども、よく落ちた、4巻と5巻なんですけれども、今回ですね、アニメートさんで購入させていただいたんですが、こちらの2つ、ハオ様とヨウくんがおるやろ、完結なんよって書いてあって、こっち5巻が完結で4巻ですね。僕も愛読しているよだろうねって思いましたはい、猫好きなんです、この子、この神様、原稿神ですからね。我々の中で原稿神がハオで、創造神は武井博之なので、よろしくお願いいたしますで、アニメイトさんで購入したんですけれども、このマガジンエッジと同日発売のこの猫ヶ原、武井博之先生がマガジンエッジで、連載しておりました、この猫ヶ原ですね、こちら購入するとついてくる特典がございます。まずはこのマガジンエッジを買ったら絶対ついてくる、うわぶつけちゃった、買ったら絶対ついてくるのかな、が、まあ、付録ですね、がこちら、シャーマンキングザスーパースターの下敷きでございます。アルミちゃん見てアルミちゃん、いや私実はシャーマンキング、シャーマンキング自体が終わった後にフラワーズっていうものがあったんですけども、実は動向はきちんと追ってたんですけれども、まあ、いろんなね、個人的な事情がありまして、家庭的な事情とかいろんなものがありましてフラワーズとかその後の武井作品、実は終えていなかったんです。もう本当に人生の後悔ありすぎてやばい。墓場まで持ってくわ、ちょっと墓碑立ててほしい。外場にそれ全部書いて立ててほしい感じですね。はい。ということでですね、フラワーズあんまり見れてなかったので、アルミちゃんは知ってたんですけれども、彼女がどういう人間かとか、いまいちよくわかってなかったんですが、こちらにきちんと載ってて、まあ、かわいい、びっくり。さすがヒロイン、すごく可愛かったです。
で今までのそのシャーマンキングとかフラワーズとか、あとは武井宏之先生なんで仏像とかユンボルとかウルティモとか、そういった作品たちをですねきちんと周到してくれているという素晴らしい、全ての人を救う武井宏之、よろしくお願いいたしますもうなんか布教活動のようだそしてこの下敷き裏面、なんと私の推しでございますヨーくん、はーよき素敵、かっこいい、このさ、わかるかい、このグローブがまずいいじゃんか。あとこれですね、このマフラーもとてもいいですし、マフラーストール、これ実はですね去年その武井宏之先生が青森出身でいらっしゃるんですけれども、母校のなんか高校のやつにアンナ様、シャーマンキングのヒロインですね、この人の嫁京山アンナっていうのがいるんですけど、アンナ様の、まあ、イラストを描いたんですよ。そのイラストにもこのマフラー使われてですね、これは時系列的にどういう意味なんですか、先はこっちなんですよ、こっちが先でその後アンナ様だと思うんですけど、いや素晴らしいですね、ちょっとなんかもうその辺もちょっとオフってなる感じなんですけれども、あとはこれですね、ヨウくんの持ち霊、作中では阿弥陀丸という侍が使われてたんですが、一番最後の方にですねなんと精霊をゲットしております。精霊というかもうなんだろうな、めちゃくちゃ強い精霊っていうのが多分一般なんか分かりやすいかと思います。スピリットオブアースという、要はもう世界中の大地の精霊の神様みたいな、もう大地の神様みたいなのがいるんですけれども、それを従えるようになるんですね。それがここにスピリットオブアースという SOE ですね、います。めっちゃ可愛いよね、この人玉モードになった時の精霊たちの可愛さったらない感じ、そしてこのヨウくんの凛々しさよ、素晴らしい。でこれがこれについてくる、こっちですね、付録についてくる下敷き、特別付録下敷きになるんですが、これとこれを同時に買うとついてくるものが英語版の何、ポストカードでいいのかな、こちらでございます。バーン、あ、こうだった、あ、こうだった、ヨウくん、いや素晴らしくないですか。これですね、実は裏面ございまして、武井先生のこの猫ヶ原のですね実寸サイズ、こちらが先着でもらえるということで、私発売したその日お仕事だったんで、開店突つできなかったんですけれども終わった後速攻で新宿に駆け出しまして、アニメートさんに行って、もうシャーマンキングとね、シャーマンキングはマガジン H は雑誌コーナーにバッて置いてあったんでパッて取れたんですけど、まあ猫ヶ原どこにあるかわからないっていうねすごく店内歩き回ってやっと見つけました、こちらの猫ヶ原ですね。これもまあまあなんか言っときます、ファンが見ても意味わかんねえ展開なんですけれども面白いです、それが面白いです。なのでちょっとなんかよくわかんないものをまあ読んでみたいかなって思う人見てください。まだね未開封なんでね、私これ全部で5巻なん、あ、そう、全部で5巻だから読みやすいと思うよ。1巻2巻3巻までは読んでるんですけどね、でもこの辺はね雑誌で読んだよ、だってマンキンの動向があったからね。ということでご紹介いたしましたマガジンエッジのシャーマンキング新章誕生ということで、これ第1回第2回と見れるからね、これとこれについていた付録、こちらが裏表、表がどっちが表か分かんないよ、アルミちゃんとヨウくん、そして、猫ヶ原ですね、こちらこうマガジンエッジと一緒に買うとついてくるこちらの B5 版の、なんだこれ、ポストカードでいいのかな、ヨウくんと猫ヶ原のこちらでございます。こちらに関してはもう本当に先着順になっちゃうので、なくなり次第終了だったので
これ、もうほぼほぼこれ目当てに買いに行きました。ということでご紹介いたしました。どうぞマガジンエッジ、他にもね、昨日の旅とか私めっちゃ好きなんですけど、いろいろ面白い漫画載ってますので、ぜひ皆さんマガジンエッジを、そしてシャーマンキング新章を、武井博之をよろしくお願いいたします。高原しぐれでした。バイバイ、猫もお願いね。バイバーイ。てん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 。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。たからでした。